いしょ。これでどう？ライザ、ご苦労さん。余った分は持って帰っていいよ。しかしライザが手伝いに来るなんて珍しいな。いつもは行っても来ないだろう。だって手伝わなかったら屋根裏に入れなくなるし。ん？なんだって？なんでもない。そうか。遅くなる前に家には帰りなさい。母さんも心配するからな。余ったこれどうしよう。錬金術の材料にもなるかな。ここがお前さんの実家の畑か。あ、無事に草刈り窯は作れたようだな。アンペルさん、もしかして心配して来てくれたの？たまたまこの農場に用があっただけだ。そこにお前さんが偶然いたに過ぎ。だが物はついでだ。草刈り窯を作れたならこの本を渡しておこう。これってもしかして新しい錬金術の本？今のお前さんでは到底作れないようなものばかりだが、草刈り窯のような採取道具について書かれている。新しい道具が増えれば採取だけでなく、例えば岩で塞がれたような道の先にも行けるようになるかもな。新しい場所、新しい冒険。ワクワクしてきた。用も済んだ。私はもう行くぞ。アンペルさん、ありがとう。あれ、そういえば農場に用があるんじゃなかったっけ。まあいっか。
ライザー、出かけようぜ。出かけるってどこに？クラウディアの家だよ。場所が分かったんだ。え、そうなの？どこどこ？アンペルさんたちの家の近くだとさ、同じように空き家を借りたらしいぜ。旧市街か。あそこら辺空き家が多いもんね。よし、早速行ってみよう。詳しい場所は聞いたし、旧市街に行けばすぐ分かるだろう。できるから新しい木材が手に入るかも。他にも使い道があるかもしれないし、外に出るときは持って行ってみよっと。どうしようかな。
調合材料にするの気が引けるけど、これも錬金術のため。これならいけるよね。おや？おや？いくよ！今だ！そこ！それそれ！もう終わりかよ。肩慣らしにもならねえな。おや！今だ！そこ！おや！ありがとう！今だ！今だ！ライザ、頼んだ！ライザ、気をつけて！さあ、どんどん進もう。こんな植物でいいのかな。一気にやっちゃおう。せいこりゃ、いくよ。そこ今だ。痛えな、痛えな。せい連射。そこ今だ。ライス止め。これくらい当然さ。一気にやっちゃおう。せい、おや、今だ。そこ痛えな。せい、連射。おや、そこ、そこ。ライザ、ぶっ飛べ。もう終わりかよ。せーの、よし、取れた。植物、気をつけて。おや、おや、いくよ。そこ、そこ、今だ。そこライザ、頼んだ。ライザ、行くよ。今だ。みんな一緒に決めるよ。光の雨だよ。そこ、おや、行くよ。今だ、今だ。せっ、今だ。おや、今だ。一気に畳みかけるよ。それそれ、ライダー、隙を作って。さあ、どんどん進もう。また一つ強くなれたぜ。
まだまだ強くなるよ。